ちは、森井奈緒です。今日はトランペットのドレミファソラシドの指の使い方をやりたいと思います。はい、皆さんね、トランペットの構え方覚えてますか？こんな感じ。もしね、トランペットの持ち方わからない方は、私の一つ目のレッスンの動画で紹介してますので、ぜひそちらの方をチェックしてみてください。それでは早速ドの音を鳴らしていきたいと思うんですけれども、まずドの音はこの指何にも押さない状態です。この何にも押さないの、あのよく楽譜には0って書いてるんですけど、あの0番ですね、何も押さない状態の指がドの指です。はい、ということで、まあ、吹く前は、唇をねしっかり湿らして、あの振動しやすいような、ね、状態にしてください。乾燥してるとなりにくいので。はい、ということで一回吹いてみたいと思います。パーパー、こんな感じで吹くときは唇を少し緩めた状態で出すとなりやすいです。あんまり引っ張りすぎると高い音が出ちゃうので、あの緩めでやってくださいね。でこれがドの音です。で次にレの音なんですけど、レはあの1番と3番、この指がレなんですけど、ただね、あのなずっとトランペットやってる人でも結構間違えてるのが、ここ、この3番管っていうね、これ3番トリガー、3番管、いろんな言い方あるんですけど、ここ抜くの忘れてる人結構いるんですよ。これね、あの抜かなくてもいいのかって言ったら絶対抜いた方がいいです。なんでかっていうと、あのレの音って何も抜かないと少し音程が高くなっちゃうので、上ずってるというか少し音痴な感じになっちゃうんですね。なので1センチぐらい、この3番かこんな感じで抜いてください。はい、この状態がレの指です。で、あのどの音より少し高い音を吹くので、あの唇引っ張り気味なんですけど、そんなに変わらないですね。あのどの音と一緒で、そこまで力を入れなくても、唇にね力を入れなくても出るので、あのリラックスした状態で吹いてみてください。でこれがレの音です。パーパー、これがレの音で、あのレの音を抜きます。でミの音を吹くときは、このさっきの3番側を戻していただいて、ミ、これは1番と2番ですね。この状態がミの音です。で、レの音よりも少し高くなるので、まあ、どの音よりはだいぶ唇を引っ張る感じなんですけど、少し唇が張り目で、でもあんまり張りすぎると、あのすごい高い音が出ちゃうので気をつけてくださいね。あと、あの肩にね、力入れないで、だんだん高くなってくると、こうやって収縮してくるので気をつけてください。パこれがミの音で、ファの音は1番、これがファの音です。でミの音よりもちょっと唇を張り目にします。張ってくださいね。パーパー、これがファの音で、ソの音なんですけど、ソの音、あれドと一緒だってなるんですけど、あの前回の動画でも紹介したんですけど、ドとソと、まあいろんな音があるんですけど、同じ指の音がたくさんあります。でそれはあのどうやって音を変えるのっていうと、唇を緩めたり引っ張ったり、それで音を調節してます。なので、あの指だけじゃなくて、トランペットって結構口のね、あの引っ張ったり緩めたりも大事なんです。でその音はどの音よりもだいぶここをあの引っ張ってる状態で吹きます。で息はしっかりまっすぐ出してください。パーパー、これがその音。はい、で次ラの音なんですけど、ラの音は1番2番、あれさっきのミの音と同じ指だと思われた方もいるかもしれないんですけど、そうなんですよ、ミとラも同じ指です。なのでね、ミの時よりもだいぶここを引っ張り目で、ラの音吹いてください。パーパー、これがラの音で、次にシの音なんですけど、シは2番、この真ん中だけですね、これがシの指です。でシもラよりももっと唇を引っ張って吹いてください。で息まっすぐね吹いてくださいね。足の音、OK ですか？で最後にドの音、あ、またド
じみだ。そうなんですよ。どの音はね、どの高さのどの音もね、低いども高いども、その高いどの音も何にも押さない感じなんですよ。で、あのさっきの低い度とかそう、あのそうとかよりもだいぶ唇を引っ張ってあの吹いてください。まあ、これがね、あのチューニングと音を合わせる時のチューニングのベーと言われる音なんですけれども、この音まで出るとね、結構いろんな曲が吹けるようになってきますので、ぜひね頑張って出していただきたいと思います。で最後にどの音。こんな感じ。今日はね、指はこれぐらい紹介して終わりにするんですけれども、はい、いきなりね高い音を吹きすぎると本当に唇痛めちゃうので、ぜひねこれぐらい低い音からだんだんとね、コツコツと練習していただいたら高い音もだんだん出るようになってきます。もちろんこれ以上高い音もいっぱいあるんですけど、まずはね最初にドレミファソラシド吹けるようになりましょう。で、ドレミファソラシドね、なかなか最初吹けないよっていう方もいると思うんですけど、ドレミファソまで吹けたら結構吹ける曲もあって、皆さんよくご存知の、吹けますのでね、結構これ吹けたらね、すごい上手じゃん、ちゃんと吹けるじゃんって思われそうじゃないですか。はい、ということで今日のレッスンは以上になるんですけども、次のレッスン動画ではちょっとレッスンとはね違うかもしれないんですけど、トランペットの掃除の仕方についてレクチャーしたいと思います。なかなかレッスンの中で掃除の仕方までやる時間ってないんですけど、まあ、動画だったらねどういう風にお手入れしたらいいかっていうのをお伝えすることができると思うので、ぜひねそちらの方の動画もお楽しみに。ということで、この動画がもしね役に立ったと思われた方はいいね、またコメントお願いします。あとチャンネル登録もお忘れなくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。